三日ファイヤー楽しんで。去年からカシオの鍵盤を使っておりまして、今年カシオ電子楽器が40周年ということで、何かちょっとやってみようかと思っているんですけれども、まずはカシオの歴史をちょっと掘り下げていこうということで、ここ東京世田谷区成城にある、こちらですね、カシオ年を発明記念館というところに来ております。ここに来れば、まあ、カシオの発明者カシオ年男さんについてだったりとか、カシオの初代からのこの発明品の数々がここに飾られているということで、今日はここを掘っていきたいと思います。ということで GO!よろしくお願いいたします。サムエリアと申します。小林です。もともとはお二人ともカシオでずっと働かれてて、定年後にこちらで、まあ、副館長。副館長。私は事務局をしてます。準備段階から立ち上げのプロジェクトに関わって、そのまま引き継いでいます。じゃあ思い入れもめちゃくちゃありますね。そうですね、立ち上げの頃は大変だったんですよ。アップアップ状態で、ようやく13年こうやって公開できるように持ってくるまでを結構時間を要しました。ということはお二人ともカシオ年男さんとお会いしたことはありますもんね。もちろん。どういうタイミングでお会いする機会があったりするんですか。お住まいも全く技術屋だったんで、技術的な話のところでなったということがありましたね。もう直接ですか。そうです。こういうふうなことをしたくて、もうこれに対してっていうところで、これはどうですこうですというような話をしたことはありません。カシオ年男さんの人柄だったり、ここはすげえなみたいなところってなかなか、とにかくですね、集中してずっともう朝から晩まで寝る時間も惜しんでいろいろと考えてるというような人ですね。まあこういう人もいるんだと思うくらいの人ですね。これって一体何だろうっていう形で、その何だろうをずっと追っかけてると、そういう感じですね。それは年齢関係ないってことですよね、おじいちゃんになって、24時間365日ずっと考えてることを、まあ、形にできないかということで、あとは行動して現実にしてきたっていうような方ってことですよね。ちょっと変わった方なんですか。そういうふうにやってれば変わった人になっちゃいますけどねそのお話を聞く限りだと、少年みたいな人だなという感じがしました。ずっとワクワクしちゃってるってことですよね。好奇心を追ってるってことですか。そうですね。そもそもまずは計算機から始まってるわけじゃないですか、はい、それがなんで鍵盤に行ったのかっていうところって、それってなんかエピソードって分かったりします。たまたま計算機のボタンがキーボードの鍵盤に化けたわけではないんですよ。ここの脈絡っていうのは全く別のものだと思います。計算機はあくまで機械が人知を超えるんだということで、それを自分が設計しようと立ち向かわれていますしね。楽器の前に時計があるんですよ。時というのは治療ごとの足しなんだ。でそういう形で時を極められたんですけれども、そういった中、ご自身がたしなまれていた音楽の楽しさという、でご自身もいろんな楽器にチャレンジされたんですけど、非常に難しいと。何しろ尺八買いました、三味線買いました、いきなりバイオリン買いましたみたいな、そういう形でチャレンジをされておられますか。そうなんですか。そういう中で全部じゃあキーボードで優しく弾けたらみんな喜んでくれるなというところから、音音源といったところを深く考え始められたそうです。計算機の技術とか、そういう時計のそういうデジタルの技術を使って、この技術は使えるからキーボードをやってみようっていうのが普通の発想じゃないですか。でも全然違う目から楽なんだよ。でも単純に音楽が好きで、計算機を作った時のパッションで何か新しいのを作ってみようと、っていうことですよね。音楽愛がそこにありますね。俺も弾いてみたいみたいなこともあったってことですよね。じゃあ作っちゃうね。まあ音楽が好きで、いろんな音楽っていうの楽器を弾いたんですけどもね、あんまり上手じゃなかったんですね。それもあるのかもしれませんけども、まあ一つのものでいろんな音が出したら楽しいねというところはあったのかもしれませんね。めちゃくちゃ面白い話ですね。そんな中、初号機のカシオトーンが1980年に完成するわけじゃないですか。実物は持ち運びできるくらいだったんで、結構手軽というか、そういうのもコンセプトになったんでしょうかね。音楽をそんなに触れない人でも気軽に
しかもどこでもみたいな、はいはい、まあ、そのコンセプトは入ってますねっていうことですよね、はい、計算機の話先ほど伺った時に点キーを初めて採用したみたいな話もあったじゃないですか。僕らが日常生活している中でもうその柏尾敏夫さんが発明したっていうことの貢献とか恩恵も受けてるんじゃないかなっていうふうに感じて、まあ、キーボードだったり電子楽器がこの音楽業界にもたらした貢献というかそういうところをちょっと探っていけたらなっていうふうには思ってるんですけど、もともとプロジェクトでこの楽器事業というのをスタートしていて、リズムコードを伴奏で入れちゃおうとかですね、どこを弾けばいいんだよって教えてくれるナビゲーターをくっつけてしまったりとかっていうふうに音楽人口を広げていくために楽しめる機能をですね、いきなりこのベースである201に技術者たちがこう盛り込むことができてスタートできてるんですね。4年後のもう84年にはですね、富田勲先生のご協力を得てシンセサイザーに出ているわけです。当時の日本には山田さんの FM 音源にプラスカシオの PD 音源のこの2つしか日本に音源がなかったわけですね、まあ、そんな世界が提供できたというようなところはやはり大きいのかなと思いますね。シンセすごかったですね。大きい機械があそこにあったじゃないですか。コスモシンセサイザー。コスモシンセがベースになってできたのは地図と101というPD 音源をエンジンとするシンセサイザー第1号ですね。どんな感じなんですか、1個のプロジェクトが生まれて完成させるまでっていうのは。どういうやり方したかっていうと、じゃあこれをやりたいね、このグループでそれやってくれとなると、じゃあいついつまでにそれをやるっていう感じになってスタートするわけなんですが、なかなか大変なんです。その代わりその頃はもういくら作業しても朝までやってもいいみたいな感じだったんで、まあでもやってる人間は結構やり合いがあるもんですからね、疲れてはいるんですけども元気という感じでやってましたね。アイディアから始まるんですか。もうかなりアイディアから始まりますね。まあ設計して、うん、実験して、うん、ダメで、うん、なんでだろうみたいなっていうことをもうトライアンドエラーで繰り返して最終的に形にして製品にして売っていくってことですよね。すげえな。初号機201が生まれてからすごいハイペースで新機種が生まれてるわけじゃないですか。その背景にはこういうプロジェクトチーム技術者の徹夜の跡があるんですよね。きっと当時のね、不夜城と呼ばれてましたね、うん、そこはもういつ行っても電気がついてるという。お疲れ様でした。本当に戦ってきたってことですよね、うん、結構しんどい思いもしましたけど、いい思い出ですけどね。でもできた時の喜びはやっぱ半端じゃないですよね、うん、そうですね。いやでもなんとかしてきたんですね。なんとかなるんですか。なんとかなりますね、不思議なこと。こうやってやっぱ技術の皆さんの本当にこのファッションと汗と涙とその背景には、まあ、もしご家族がいる方はね、家族も支えてくれてというか、まあ、いろんな思いとドラマが詰まってるんですね、一つのこの製品にはね。貴重なお話ありがとうございます。独自性というか、あとはたくさんの人に楽しんでもらいたいとか使ってもらいたいっていうところのなんか思いが入った楽器なのかなっていうふうに思いましたし、だからこそ歌手の電子楽器を使ってなくともどっかしらなんか恩恵を受けてる感じがしました。歌手さんのおかげで、歌手敏夫さんのおかげで僕らミュージシャンはまあ今でも音楽を楽しめてるんじゃないかと、そういう風みたいな、それ今日は感じましたね。ありがとうございました。今日でもその頃の時代もやっぱり幸せだったってことですよね。忙しくてですね。自分のことよりなんかね、今の若い人の方が思ったようにできなくてかわいそうだなと思います、ね、窮屈な感じを感じますか、ね、当時は本当にたださっきもおっしゃられてた通り、うん、学校の放課後みたいな感じで残ってなんかやろうぜみたいな、うん、そういう感じですよね。で自分たちが面白い楽しいと思えるのはユーザーもそうだろうという意識でものを作ってましたよね。こっちが楽しんでたらきっと使ってくださる人も楽しんでもらえるんじゃないか、そういう魂が乗っかっていってるんだろうなと思いますね。いや素晴らしいですね、うん、そして今日お孫さんが生まれたんですありがとうございますそう、それでカシオのさっきの初号機201とあと最新の機種 CTH200 を使ってその2つでカシオ40周年を盛り上げるような音を作っていけたらなと思ってるんですけど、ミュージシャン連れてここに来させてもらうかもしれないんで、その時は嬉しいカシオに持ってるんでよろしくお願いしますありがとうございました、はい、楽しかったです